2023年10月の、20日、あちらが琵琶湖です。でこの辺りから、瀬田川ということになっています。で琵琶湖をダム化するのなら、この辺りの橋の下のところに、まあ、高さ1メートルぐらいの、まあ、堤防をつけるような形ですね。あと排水口ですね。まあ、その辺は河川水門開閉式ダム発電の回転扉をつけるような形での排水となります。そしてあちらの方に、あちらがあの中洲になっていて、あの向こうにまだあの分かれているような形で河川となってますので、まあ、そちらも同じような工事をすると、まあ、そういうことですね。そういうことですね。それかもしくはあちらの方ですね。だからメンテナンスをもし考えたら、まあ、こちらの方がいいんじゃないかなと思いました。まあまああちらの方ではあんまり問題ないかと思いますけども、まあ、基本的にはこちらですね。ではだいぶ先まで撮影しに行ってみます。下流の方へ、あちらの方へです。先ほどの続きです。こちらにあのクルーズ乗り場というものがありまして、琵琶湖リバークルーズということで、まあ、あちらの方から来たんですけども、まあ、こういったものも運営されているので、門はもう少し、下流の方はいいかもしれないですね。もうちょっと先行ってみます。大湾下流に下ってきました。こちら合流河川、まあ、他にもあったんですけど、まあ、こちらの河川そこそこ水が、晴れの日でも流れてますんで、まあ、この河川をちょっと整備したいですね。河川水門開閉式ダム発電を設置して、まあ、奥行きもだいぶありそうなので結構貯水できそうですね。もうちょっと、先の方へ行ってみます。回り込んできました。こういうふうに、なかなかの水量が流れていますので、特に発電している様子はありません。ですのでここに発電機設置したいですね。傾斜つけて1メートル ×1 メートルでいいと思います。まあ水量結構ありますからね。長さ10メートルの傾斜つけて1メートル ×1 メートルで排水するような形で良いと思います。まあこちらの河川もそうですけども、真ん中の方、橋の方に土砂、横にちょっと避けたいですね。でこの傾斜を取った後、その後ストレートの形で、まあ、100メートルぐらい、まあ、伸ばすのが、まあ、一旦そこまでの工事ということでしときましょう。それで回転扉、結構な台数設置できると思います。こちら、先ほど、水が激しく流れていたところがあちらで、こちらがまあ合流河川なんですけども、この真ん中の形とか、すごく大事です。他の河川でもこういう風な形に変形させれば水が真ん中に集まって蒸発しにくくなるんですね。両サイドに無駄に広がっている河川って結構あるんで、こういう風な工夫、通常時、水が流れるぐらいのところのその河川の作り方っていうのもしっかりと考慮しておくと、まあ上の方が上流部がああいう風に草だらけなので、やっぱり草刈ってしっかりと地面をコンクリート化するのと、あとこちら、まあ、余ってるその辺の土砂をそこの水たまりのところに埋めなきゃならないですね。でどんどん深くなっていってしまうんで、でコンクリート化ですね。だからこの辺多分コンクリート化しなきゃならないところいっぱいあると思います。それと次あちら右手のところですね。あちらに合流河川があるみたいなんですが、まあ、今一番右端のところだけを開けて、左手の方、2つと、小さな門、左手、合計3つ左手にありますけども、右手のところ奥のところ見たら結構上流5メートルぐらい上のところから水が落下してきているような状況ですね。ですので、あの辺り傾斜つけて、まあ、20センチ ×20 センチと、まあ、1メートル ×1 メートルを設置、まあ、雨の時を考慮するとさらに1メートル ×1 メートルを、設置しておくと。で大雨の時などは、まあ、真ん中とかまで開けて、回転扉式が回転するような形にすると、まあ、そういうふうな形ですね。もっと下流まで行ってみます。あちら、あの辺りから水が、晴れの日でも結構な水量流れてきてますので、あちらに、
回転扉式の水門、何機か、設置ですね、傾斜もありますし、まあ、横幅20センチぐらいかと思われます。30センチか、まあ、50センチか。あちらが、琵琶湖からの北側です。であちら合流河川なんですけども、まあ、あちらに、河川水門開閉式ダム発電、まあ、高さが、まあ、門のところが2メートルぐらいのものを作るか、あそこちょっとあの段になっているので傾斜がついているので、まあ、真ん中に、寄せるような形で、防波堤みたいな形にして真ん中のところで、まあ、20×20 か 1m×1m の、まあ、10m ぐらいの、地下水流ストレートトンネル発電を作る設置すると。であちら右手の方に、合流してきているところなんですが、あちらも水量結構あるので、まあ、あちらも 20×20 か 1m×1m で傾斜つけて、まあ、10m ほどのものを設置すると、あの河川まあ、そういうふうな形がいいでしょうね。あちらにもまあ合流河川があるんですが、まあ、もうちょっとあの南下して、見てみます。あちらにも合流河川がありますので、まあ、あちらに河川水門開閉式ダム発電ですね。まだ下流の方へ行ってみます。あちらにも合流河川があります。普段は水あまり流れてないんですけども、まあ、大雨の時とか、発電できると思いますので、まあ、あちらも河川水門開閉式ダム発電ですね。まだ下流の方へ行きます。まあ、1キロぐらい歩いてきたんですが、完全に、山の中です。で、河川がどのような状態かと言いますと、まあ、こういう風な状態です。まあ、真ん中の方に水がこの辺りで自然と集まってるんですけども、まあ、もう少し上の方のところでね、河川の両幅が、狭、まあ、これぐらいの、幅の広さに狭まってるんで、そこのところで、まあ、V 字になるような形で、コンクリートで、まあ、高さ1メートルか2メートルぐらいの土手作ってで、まあ、1メートルぐらいでいいと思います。でそこからは、まあ、少し切り付けて、まあ、先ほど の, あの道の河口ですね、通常時流れる、まあ、そこをちょっと掘ってもらって、まあ、1メートル ×1 メートルの溝をね、河川の中心にこう作っていって、こう河川の底削ってもらってね、下流まで、してもらうと。そうすることによって中央に全ての水を集めてしまうと。そうすることによってここから、何キロも先まで、1メートル ×1 メートルの回転扉が、まあ、全部回っていくと、まあ、そういうふうな形が望ましいですね。先ほど撮影していた のがあの辺りの地点なんですけども、まあこういうような形で少し蛇行してます。まあ、あの辺のところからね、こうちょっとストレートになるような形で道作って。で、深くなってるところとかがあるから、両サイドの石とかを利用して、成長すると。まあ、そういうような形で中央に水を集めて、回転扉が、回るような形と。まあ、こういうようなところが理想ですね。あともうちょっと先まで行ってみます。で、傾斜がなだらかになってるかなってないか。まあ、バス停が、カエル石というバス停ですね。まあ、もうちょっと先まで見に行って傾斜があるかどうか、そこの辺がちょっと重要なポイントになってきますね。さっき撮影していたところの、先のところまで、1メートルかける1メートルを作っておいてもらって、もうあの辺りから、まあ、もう少し向こうの方ですね、なだらかになってますんで、そこまではもうこのままの状態で、そこの先のところで、すぼめてもらって、また1メートルかける1メートルで作っていただくと。これもうちょっと先まで見に行ってみます。まあ、それはまあ作っても10メートルぐらいですね。そんなものですね、作れそうな。もうちょっと先まで行ってみます。先ほど撮影していたのがあの地点ぐらいだったんですけども、まあこちら見ていただいたら分かる通り、なかなか渓流ありますね。で、あの先の方もちょっと段になってるので、まあストレートに、うまいこと、
道筋作って、対応していただけたらなと思います。まあ、河川もそこの感じですね。次のポイントここです。1m×1m、まあ、中央に水が寄ってくるような形に加工してというところですね。一応さっきのところからですね、なだらかに、まあ、水は傾斜はある程度はついてるんで、先ほどの傾斜のところから 1×1 を、まあ、50m ぐらいの長さで、作っていただくと、まあ、そういうような形で良いかと思います。で今のところまだその浄水場とか見かけませんね。その大阪府とかに供給してるかもしれないと思われる浄水場ですね。もう少し先まで行ってみます。まだポイント見えてきたんですけども、もう少し先の方で、まあ、橋のところとかで河川水門開閉式ダム発電のような形に、しようかなと思っています。つまり先の方でだいぶ貯水するので、水位が、まあ、ためた時にこの辺まで来るかもしれないと、まあ、そういう部分があるのでちょっと先まで見に行ってみます。橋が見えてきました。で、あちら道路なんですけども、その横に、こういうふうな人が歩く専用の道がありましたので、こちらを歩いてきました。で、この河川の両サイドの中とかこの辺のところとかも切ってもらって、かまど発電機にしてもらって大丈夫です。まあ、チェーンソーとかなしで、できるだけ斧のこぎりで、切ると。まあ、この近くに野球部のある高校とかあったらいいんですけどね。まあ、あちら学校映ってますけども、まあ、ちょうどそういうふうな高校だったらいいなと、まあ、そう思ってるんですけど、まあ、ここの部分は、ここの橋のところは一旦河川水門開閉式ダム発電をスルーですね。あんまり水位、下がってきてませんので、下流まであんまり来てませんので、ここはスルーです。もうちょっと先まで行ってみます。分かりづらいかもしれませんけども、あちら合流河川です。で、右手の方、かなり土砂が堆積しているので、もっと端に全て寄せてしまって、もしかしたら下から水抜けてるかもしれないんで、コンクリート化ですね。で、ダム化するならもう少し先ですね。で、まあ、こちら河川の中なんですけども、木がいっぱい生えています。で、こちらはちょっと邪魔なので、まあ、かまど発電、ああいう風に朽ちてる木なんか左の方は、あと木材として使えるものは木材として、使用していただいて、まあ、きれいさっぱり、一回ちょっとしていただくと、まあ、そういう風な方向性ですね。まあ、ダム化した時に高さ、向こうの対岸が、まあ、ちょっと見えにくいかもしれませんけども、高さ10メートルぐらいなので、それぐらいのところまでしか、まあ、水ためれませんので、ただ横幅広くて、だいぶ先の方まで、もしかしたら10キロぐらい先まで、貯水するような形になりますので、まあ、それだけの高さあったら十分ですね。まあ、ちょっと立派な大きな木があったので、ちょっと戻ってきて撮影してるんですけども、大きな。で、それとこの辺りに竹が生えてきてるんですけども、竹林ができるかもしれないんで、周りのこういう草とか木一回ざっと取り払った時に竹だけ残しておいてください。そこから増殖して、竹林が、出来上がる可能性が高いんで、それを、また、次々竹が生えてきたかまど発電として使用できますので、まあ先ほどの学校ですね、そこで、かまど発電しておいてもらったらいいと思います。心の丘園という墓地がありますね。石川なんとかって書かれていますね。石山瀬田川城園ですね。まあ、こういう風なところがあります。まあ、一応どの辺りにダムを建設するかっていうことを考えてたんですけども、まあ、河川水門開閉式ダム発電になるんですけど、ここは道路があって入っていけるんで、かなりがいいんじゃないかなと思います。あちら両幅に水門と、まあ、鉄骨通して、設置と。で、まあ、上流だいぶなだらかなので、まあ、5キロぐらい上流までは水ためれると思います。で、ちょっと待ってください。設置するところの場所ですね、もう少し先の方は両サイド狭まってるので、狭まってるところの方が良さそうですね。まあ、もうちょっと先まで撮影してみますね。高川には、飛んでいるので珍しいので撮影しておきました。
分先ほどの下っていく道路がこの道まで続いてると思うんですね。でここまで重機とか入ってこれるでしょうから、まあその先ぐらいのところで河川水門回式ダム発電を設置ですね。でそちらから先に向かって、まあ1メートル ×1 メートルの、まあ300メートルなり、まっすぐと伸びた、地下水流トンネル発電と、まあ3メートル ×3 メートルと5メートル ×5 メートルと、まあそういったものを、用意していただくという形で、であとここをもしかしたら浄水所付きで大阪に供給する、水源となる可能性があります。以上です。もうちょっと、下に行ってみます。まあ、先ほどからこちらの道なんですけども、反対側の、斜面こういうような形で、針葉樹林が結構いっぱい生えてますね。まあ伐採しなかったあの木みたいに倒れて倒木になるんで、ある程度のところで伐採した方がいいと思います。まあ何キロか下流まで行きます。現在、この辺りですね、先ほどの橋があって、その横を通過したんですけども、いや、そうなってくるとここのダムのところかなと、目の前のこの河川の先がそうじゃないのかなと思ってたんですけども、それだったらこちらはだから、まだここには到達してないかもしれないですね。ちょっと今自分がどの辺まで来てるのかっていうところですね。先ほど橋はあったんですよね。まだこの辺りかもしれないですね。こちらの河川かもしれないですね。横から合流してきてる、この河川名ちょっとピントが全然合ってないんですけども、あと影でこの河川ですね、これが合流してきてるところっぽいですね。ちょっとここスルーですね。あちらの方から、歩いてだいぶ下流の方に来たんですが、この辺りもそうですね、針葉樹林がいっぱいあって、もうちょっと上の方まで、そういうような状況ですね。こういうような状況ですね。でよく見ていただいたら分かるかと思うんですけども、倒木とかがね結構あるんですよ。この辺りだとか山の中にちょっと入って倒木をかき集めたりしても、その蒲田発電用の資源になると、まあ、そういうことですね。まあこの距離ですからね、すごい量が集まりますよ。もうちょっと下まで行ってみます。だいぶ下流に来たんですけども、鷹が、何羽か飛んでいたので、さっき4羽いたんですけどね、あちらにも1羽、奥の方にいますね。奥の方に1羽いますね。ここ自体はもうダムみたいですね。で途中で、あちらの、山の上の方に、別のダムがあるんですけども、そこは電力を発電させるために使用してるみたいで、まあ、門があって橋が渡れないような状況になってました。というわけで、もう少し、下流まで行きます。また、まあ、下流に来たんですけども、もうこういうカーブのところですね、すごいたくさん木が倒木倒れてます。これらを回収するだけでももう 何十本もあるのもこれ確実ですね。あと倒れそうなやつとかも切って、まあ蒲田発電機ですね。次の地点はこちらですね。周りの風景、こういう風なところです。倒木たくさんあります。山の斜面がたまにああいう風に削れてますね。まあ、この向こうが、先ほどからの、ダムなんですが、もっと、下流へ行ってみたいと思います。やっと到着しました。瀬田川の、天の瀬ダムです。あの辺りまで行ってもう一度撮影します。まあダムの向こう側が、まあ、こういう風な形状で、まあ、高さも、かなりあると、まあこういうことですね。まあ、角度80度か70度の、まあ、回転扉式を、まあ、20メートルぐらい
ほぼ垂直な形で、まあ、設置ができるんじゃないかと、まあ、基本的には飲み水なので、まあ、よほどのことがない限り開門することはないとは思いますが、まあ、これが多分大阪へ供給されている水なんでしょうね。まあ、横からこちら見ると、まあ、これぐらいの高さです。だから標高、まあ、50メートル以上あるのはまず間違いなさそうですね。まあ、もうちょっとあの下流の方まで、行ってみます。まあ、この辺りちょっと撮影しておきます。まあ、先ほど、琵琶湖ですね、こちらから、まあ、こういう風に、川を、歩いてきて、河川を歩いてきて、まあ、ここの、天瀬ダムと言ったらいいんですかね。まあ、そういったところまで来ましたと。で、これが分かりやすいでしょうね。これが左の方が大阪湾と書かれていて、まあ、海抜何メートルかを示しています。だから満水時で78メートルですね。だから通常時が大体まあ58メートルぐらいということですね。だから琵琶湖自体が水面の状態が大体80メートルから85メートルということになってくるかと思います。一応表記では 85.614 となってますけども、まあ途中で、水をせき止めていたところ、一応右端のところから水を放水していたところがあると思いますけども、そこの上部まで来て 85.614 なので、基本的に、まあ、80メートルぐらいだと思っておけばいいんだと思います。ではもうちょっと下流の方へ行きます。まあ、こういうような写真がある以上、かなりの放水をしたことがあるみたいですね、大雨の時とかに。先ほどのダムが、まあ、あちらにあって、下流が、まあ、そちらになるんですけども、こちら合流河川なんですが、まあ下っていく階段とか道とかがあって、木の伐採をしに来るんだったら、まあ、ここはうってつけだなと、まあ、そういうふうなところですね。もう少し下流の方に来たんですけども、そちらにも合流河川があるんですが、まあ、傾斜そこそこあります。で、あちらの方にこの合流河川の先のところに河川水門開閉式ダム発電ですね。で、まあ、貯水できる水位が、まあ、大体10メートルぐらいの高さを考えて作っていただくと、まあ、15メートルぐらいまでいけるかな。まあまあそれぐらいですね。で、先に、地下水流トンネル発電をストレートに、まあ、100メートルなり、まあ、1メートル ×1 メートルや 3×3、5×5 といったところですね。現在来ているところが、先ほど、天の瀬ダム、この辺りだったんですけど、ちょっとまあピントが合ってないのかな、コンピューターさんが欲しいんですけど、まあ、ここの合流している河川が目の前にあるんですが、あちらです。まあ、こちらの河川はすごいですね。晴れてる日でも、これだけの水量があると。で、両サイド閉じて真ん中のところに、まあ、少し傾斜をつけて、回転扉式の、河川水門開閉式ダム発電を、つけると、まあ、サイズはまあ、一応 1×1 でいいと思います。で、まあ、もしかしたら1×1 と 3×3 と、まあ、複数多いけど、まあ、そういう風な形ですね。傾斜があるので傾斜をうまく利用して斜めに、まあ、10メートルの、長さで、これはね、安定感もかなりありますね。多分小火力発電ぐらいの、安定してずっと水が流れてきてるんで、ギア比をずっと上げていけると思うんですよ。だからここの地点のこの河川のところは、まあ、かなり大きい、コイルを用意していただいていいかと思います。高い回転力でも、耐えられるコイルですね。だから、ギア比で回転数、これ多分ずっと上げていくと思います。もしかしたらこれで
1秒間に100万キロワットを出せるかもしれないですよ、ギアヒの相方で。本当に、まあ、1回6名だけあのギアヒ上げていって限界地点まで、持っていけるかというところを一回ちょっと試してみたいですね。まあ、周りの景色はこういうところです。まあ、こちらは宇治川です。まあ、あちらと、まあ、ここは今中洲になっていて、あちらにもあの河川、分かれているような状態ですね。それはもっと下流まで行ってみます。先ほどの続きですけども、中洲を分けて手前の方ですね。手前の方は途中までずっと水平が続いていて、途中で段差がついているような形ですね。こちらの方を、まあ、高さ 2,30 センチぐらいの堤防を、V の字型に、中央に向かってつけて、で中央から、少し傾斜をかけて20センチかける20センチの、地下水流トンネル回転扉式を、まあ、3メートルぐらいにわたって、つけると、まあ、そういうような形が望ましいですね。その後、まあ10メートルぐらい伸ばしてもいいかもしれないですね。こちら の, あの貯水状態にもよってくるかと思います。まあ、こちらあんまり溜めようと思っても多分上の方とつながってるからあんまり溜まらないとは思います。本日の、瀬田川から、宇治川への、河川の撮影ですけども、本日はこれぐらいにしたいと思います。次、河川水門開閉式ダム発電を設置するのは、これが現在の宇治川なんですけども、もう少しあのこちらの方で、今撮影してるんですけども、いずれここに、淀川に合流してきて、木津川などとも、合流します。で、まあ、これが、淀川の本流であり、まあ、上流は桂川というような形になってるんですけども、この合流してるこの辺りですね、ここにあの河川付近の水道管発電を、設置すると、まあ、そういうふうな、状況ですね。以上です。